はようございます。G クラックフィールドテスターの大谷です。今日の大江川水系の撮影は、ようやく今日は梅雨らしい天気の日になったかなという感じで、どんよりとした、曇りの天気で、とりあえず朝一は、最近調子のいいこのリバイバルシャットのキワキワ攻めで、ちょっと様子を見ながらちょっと釣っていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はちょっと水位が高めで濁りが入ってるんで、まず今日は5リバイバルシャットの5インチつけてます。前回は4インチ使ってました。ちょっとアピール力高めのやつをまず使って様子見です。うわ、バレた。朝一やらかしました。ちょっと2匹ぐらい下ってったのが見えたんで、進行方向にキャストして食ったんですけど、バレましたね。まだおるな。サイズがちっちゃいです。反応した。うわ。もう遅かった。朝、西の上流から入って、1匹かけてバラしちゃって、思ったより魚があんまり入ってないなと思って、その次東の上流に行って、ジャイロギルで食わしたんですけど、ちょっと一瞬タイミングが遅れて、フッキングできなかったんですけど、東の方が魚が結構いて、食わす寸前まで何回か行ったんですけど、なかなか口を使わなかったんで、日も出てきて、ちょっと表層に反応が悪いなって感じだったんで、ちょっと下ってきて、本流の方に来て、ちょっとこれからイモリッパーでちょっとやってみたいと思います。すごい太い背中がすごい盛り上がってます。
来ました。おっとっとすごい元気。はい、来ました。イモリッパすごい太いです。フォールで食いましたね。フォールしてる時にラインが横にふーって走っていきました。で、中にちょっとネイルシンカーが入れてあります。今釣れたところは、まあ、ちょうど護岸の、まあ、変わり目のところですかね、まあ、そこに投げて食ったんですけど、まあこう日が昇ってくるとやっぱシェードバスは意識するんで、でこの細かい浮き草がまあ結構あるんですけど、まあ、ちょうど風がこっちに当たるんで、この浮き草が風で流されてくるんですね。でそれがこう固まった場所は下がこうシェードになるんで、こういう日が昇った時とかはバスがその下に入ってきますんで、でそれをその下に入ってきたバスを狙って、まあ、今イモリッパーでその浮き草の中に入れて、でフォールで食ったっていう感じですね。まあ、やっぱりこの浮き草がキーになってると思います。うわ、なんだ、いるか。うわ、出ましたけどかからなかった。うわ、かからんすね今日は。はい、バレましたダメですね今日は すげえバレます。はあ、護岸から出てきました。よし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 、来ました。ジオネットで引っかかった。ほいほい、よし、イモリッパー、ちょっと飛んでっちゃいましたけど、イモリッパーの、まあ、表層のドッグウォークみたいな感じで使って下から出ましたね。今日、まあ、イモリッパーの表層パターンにしてからすごい出るんですけど、まあ、オフセットで使ってて、まあ、ちょっとかかりが今日は悪いなと思ったんで、まあ、マス張りに変えたらちゃんと乗りました。まあ、ちょっと
ショートバイト対策でマス張りの4番でガードなしで掛け重視で、今日、使ってるイモリッパーなんですけど、今日も表層で使ったり落としたりして使ってるんですけど、比重があるんで飛距離も出るし、で、余計なパーツがない分、カバーにも強いっていうのがあって、で今ですとこういう浮き草が、あるんで、それが護岸際とかにこう固まってると、その下がシェードになって、カバーに、フローティング系のカバーになってて、でその上を、これで、上を通してきたり落としたりして、使ってます。でこれ1個で、表層も攻めれるし、落としてフォールの釣りでも使えるし、ワンタックルで、いろんな使い方ができて、万能なルアーですね。よっ来ました、表層ウキウキパターンこんな感じで小バスも釣れる。でかいでかいでかい、リンク焦ったらいかん、めちゃくちゃ引く、うっしゃ来ました。出ました、来ました、いいサイズ、浮き草の下から出ました、これは嬉しい。最初からマス張りにしておけばよかったうわ素晴らしい、このバスはこう降りてきて、護岸際にバスがついてることが多いんで、特にこういうフローティングのカバーがあったりウィードがあったりするときは、このウィードと護岸の間にこういることが多いんで、いきなりこうやって立つんじゃなくて、ちょっと離れたところからこうやって、さっきここに浮き草があったんですけど、こうやって順番にこう通してきて、で角度を変えながらこうやって徐々に近づいて、で今はこの船と護岸の間にこう投げて、こうやって通してきたら、あそこに浮き草があったんですけど、下からガバって出てきて食いましたね。で夏とかはやっぱりシェードを意識したりするんで、夏は浮き草がやっぱりキーで、浮き草パターンですね。
まあ上をこう引いてきてもいいし、こうやって引いてきてもいいし、まあ、このまま落としてもいいしっていう、まあ、どっちに反応するかはいろいろやってみて釣っていくといいと思います。はい、今日も一日お疲れ様でした。まあ、今日はちょっと朝からミスバイトだったりバラしたりして、まあ、ちょっとリズムが合わなかったかなって感じなんですけど、まあ、夕方になって、まあ、このイモリッパーの表層系のパターン、これがまあハマって、まあ、今日は浮き草の上を通してくると反応が良かったんですけど、まあフローティング系の、まあ、ゴミだまりだったり、まあ、ウィードの面だったり、そういうところも引いてこれて、で、まあ、落としても釣れるんで、まあいろんなところでいろんな使い方ができるんじゃないかと思います。で、まあ最後にその浮き草のパターンでいいサイズが出て、まあなんとか締めれたかなと思います。まあ、今日も一日ありがとうございました。